自転車泥棒は1948年公開のイタリア映画である。監督はビットリオ・デシーカ。モノクロ・スタンダード93分。第二次世界大戦後のイタリアで作られたネオレアリズム映画の一本でロベルト・ロッセリーニの無防美都市、ルキノ・ビスコンティの揺れる大地と並ぶネオレアリズム映画の代表作である。役所の広告張りの仕事を得た。 失業労働者が仕事に必要な自転車を盗まれてしまい、息子とローマの街を歩き回って自転車を探す物語。職業俳優を使わず、素人を起用しており、父親役のランベルト・マジョラーには失業した電気工、子役のエンツ・ォ・スタヨーラは監督が街で見つけ出した子供である。また、ほぼ全編でロケーション撮影を行い、ドキュメンタリー的撮影手法を用いて、 戦後の貧困にあえぐイタリア社会をリアルに映し出している。第22回アカデミー賞で名誉賞を受賞。第2次世界大戦後のイタリア、ローマ。2年間職に就けなかったアントニオ・リッチは、職業安定所の紹介で役所のポスター張りの仕事を得る。仕事に就くためには自転車が必要だと言われるが、生活の厳しいアントニオは自転車を室に入れていた。妻のマリアが、 家のベッドのシーツを室に入れ、その金で自転車を取り戻す。新しい職に浮かれるアントニオを見て、6歳になる息子のブルーノも心を踊らせる。ブルーノを自転車に乗せ、生きようよと出勤するアントニオ。しかし仕事の初日、ポスターを貼っている最中に自転車を盗まれてしまう。警察に届けるも自分で探せと言われる始末。自転車がなければ、職を失う。 新しい自転車を買う金もない。アントニオは自力で自転車を探し始める。友人のバイオッコに相談し、翌朝に広場のマーケットへ探しに行くことに。広場には大量の自転車が売りに出されていたが、アントニオの自転車は見つからない。雨が降り、二人はずぶ濡れだ。息子ともに途方に暮れている中、アントニオは犯人らしき男が老人と会話しているのを見かける。 男を追いかけるも逃げられてしまい、戻って老人を追う。老人は何も知らないと言い張り、施しを行う教会に入った。アントニオはミサの行われる中で老人を問い詰め、男の住所を聞き出す。アントニオは老人をその男のところまで同行させようとするが、老人はせめて施しの食事を食わせてくれと頼む。アントニオはそれを許すが、その隙に老人は逃げる。 アントニオの不手際を責めるブルーノの顔をアントニオはぶってしまう。いじけたブルーノを慰めるために高級レストランに入るアントニオ。周囲が豪華な食事をする中、肩身の狭い思いで食事をする。ポスター張りを続けられればもっと生活が楽になるんだ。だから何としても自転車を見つけたい、とアントニオは息子に語る。昨日までインチキだとこきおろしていた占い師にも頼って見るが、 すぐに見つかるか、出てこないかだとしか言われず何の進展もない。貧民街で犯人とおぼしき、男を見つけたアントニオは、激しく、男を問い詰める。しかし男は何も知らないと言い張り、発作を起こしてそのまま倒れる。高ぶった街の男たちに取り囲まれたアントニオのもとへ、ブルーノが警官を連れてくる。警官と共に、男の家を捜索するが、自転車は見当たらない。 証拠もなく、証人もいなければこれ以上の操作はできないと警官が言う。アントニオは諦め、住民に激しくなじられながら、貧民街を後にする。当てもなく歩き、サッカーの試合を開催しているスタジアムの前で座り込む二人。目の前には観客が乗ってきた大量の自転車。背後には人気のない通りに一台の自転車が止まっている。アントニオは立ち上がり、 何度も振り返って一台の自転車を気にする。やがて試合が終わり、退場する観客で通りが混雑し始める。思い詰めたアントニオは息子に金を渡し、先に帰って待っていろという。そして、背後の通りへ恐る恐る歩いていく。人気のないことを確認し、自転車を盗むアントニオ。しかしすぐに気づかれ、追いかけられる。必死に逃げるアントニオを、路面電車に乗り遅れた。 ブルーノも見つける。アントニオは会えなく捕まり、取り押さえられた。泣きながら、父にしがみつこうとするブルーノ。捕まえた男たちはアントニオを警察に突き出そうと、したが、自転車の持ち主はブルーノを見て、もういい、見逃してやるという。アントニオは男たちの罵倒を背中に受けながら、解放された。弱々しく歩くアントニオ。次第に涙がこぼれ始める。父の涙を見たブルーは、 強くアントニオの手を握る。手をつないだまま、親子は街の雑踏の中を歩いていく。一家は日本でのランキング。ありがとうございます。